ドッツ神社。吉川神道の奥義を極めたとして、吉川コレタルから、ドッツの霊信号を送られた伊豆藩主、星名正幸を祀る。吉川神道は、江戸時代初期、吉川コレタルによって唱えられた神道の説である。吉川コレタルは死である、萩原賢重から、吉田神道を受け継ぎながら、それを、さらに発展させ、道徳的な側面の強い、吉川神道を唱えた。 吉川新党は、漢学、朱子学の思想を取り入れており、真珠一致とした上で、神道を、君神の道として捉え、皇室を中心とする、君臣関係の重視を訴えるなど、江戸時代以降の神道に新しい流れを生み出し、後の追加神道をはじめとする、尊老思想に、大きな影響を与えた。吉川新党では、神道を、祭祀や行法を中心とした、 両方神道と天下を治める理論としての理学神道に分類し、理学神道こそが神道の本詞であるとした。その上で神道を宇宙の根本原理とし、国のとこたちの尊等の神々がすべての人間の心の中に内在しているという新人合一説を唱えた。合津藩主、星名正幸など多くの大名が吉川神道に共鳴し、吉川家は 自社奉行の浸透方に任命された。吉川コれたるに学んだ、山崎安西は、スイカ浸透を唱えた。日本史用語研究会、筆形日本史用語実況出版、4定番。ISBN 9長7844億731万6599。全国歴史教育研究協議会、日本史 B 用語集、永平記山川出版社、改定版。 ISBN 9長7846億3 4 0百1万3025ありがとうございます。